はい、こんにちは、海坊主です。今回の WRC なんですけど、使用する車がね、 WRC2 から C3 のラリー2です。はい、で走行するステージはね、ようやくです、ターマックもねそれなりに走れるようになってきたので、ようやくねラリーモンテカルロってことで、ようやくねこのステージを走ることができます。はい、とりあえず、まあでもなんていうんですかね、小手調べなので、雪とかね凍ってる、まあ要はアイスのねあるエリアではなく、まあフルドライの路面ですね。はい、ってことでね、とりあえず早速アタック行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。Starts to right, good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. Turn to right, opens 4, 70. To left, long, tightens. 60. Left one right, half long, don't cut. 100. 5 left short, 30, 6 right, into 6 left, into slight right, and 5 left short, 80, left over crest, 30, 4 right, half long tightens, 30, 4 left, long, keep in, 50, 5 right short, into slight left, and lead 2 right, don't cut, 60, 3 left, half long, and 3 right sharp. 30, 6 left, 80, slowing, 4 left short, into 6 right, 70, late 1 left, keep in, 40, 2 right, tightens, 50, 3 left, keep in, 50, slight left, 40, late 1 right short, into 2 left, and late 1 right, 40,6 left, long, 30, 3 right, half long, 30, caution, 4 left, half long, tightens 3, short, and 3 right sharp, 30, caution, 1 left short, 30, 5 right short, 50, caution, 1 left, half long, 50, 2 right sharp, don't cut, 60, 2 left, long, 30, caution, slight left, 40. Square right, and slight left, and 3 right short, and 5 left, and 3 right, tightens, and 2 left, 50. Lead 2 right, 40. 6 left, tightens 4, half long, 40, 2 right, 80. 5 left short, 50, crest, 160. 3 right short, 90. 6 right, 40. 6 left, extra long, 40. Slight right, 60, crest, 60. Slowing, slight right, 40. 5 left short, 80. 6 right over crest, 80. 5 left, and 4 right over crest, 70, crest, 90, caution, slight right, into 6 left short, and 6 right, 60, late 1 left, 30, slight left, into 6 right short, and 6 right, 350, slight right, long, and crest, 60, slight left, 100, slowing, crest, 100, 4 left, and 5 right, 100, bumpy, 5 right, 50, slight left, finish, 100, 6 right, to stop. Okay, that's a 3 minute, 32.5. はい、ってことでアタック終了ですね。タイムの方が3分30秒ぐらいです。まあとりあえずね、
ようやくねこのレベルで走れるようになったって感じなんですよ。本当ようやくなんですよね。まあ、ラリージャパンのあのステージで練習したのもあるんですけど、ターマックね最初の頃はね簡単に限界を超えてねスピンをしていたんで、じゃあ限界を超えない速度で走ればいいんじゃねっていうことでね、この EA スポーツ WRC はね基本的にターマックはフルグリップで行った方が多分速いような気がする、ある程度滑らした方のが速いのかもしれないけど難しいんですよ。その加減が滑らせすぎるとあっという間にスピンモードになるし、足がね積極的に動くようなセッティングにするとこれがまたね姿勢変化がでかすぎて簡単にね破綻してしまうんですよね。なので足は固める方向でセッティングしてます。そうしねえとねステアリング操作一つでスピンモード入ってったりするんで、まあダートラリー 2.0 でもハイスピード領域ではね結構挙動変化がシビアだったんですけど、同じような感じのシビアさがそのちょうどね100キロ前後ぐらいでもそのシビアさが出るかなっていう感じですかね。まあでも結構理にかなってるは理にかなってるような挙動だとは思うんですよね。だって100キロ以上のスピードでさ足がブワンブワンに動く車でさハンドルを急激に切ったらそりゃスピンもするわなって話で、はい、それはねサーキットを走るようなガチガチのね足回りと違いますからね。一般公道を乗るようなラリーカーなんで、まあそれなりのね足の柔らかさとかね、まあ硬さとかねいろいろセッティングはできるけど、同じようなねなんていうのグラベルと同じような柔らかさでいってたらターマックもスピンするよって話ですよね。はい、だからまあこういうねフルターマックステージだったら最初から固めとけるんですけど、グラベルステージなんかでねたまーにターマックの面あるじゃないですか。だからあそこはねブワンブワンの足回りでいってるわけですから、なおさらねシビアなんですよねやっぱり。だからねちょっとああいうグラベルステージでのターマックってねだいぶスピンのね危険性をはらんでるんで本当おっかないんですけどね。で動画で使うのはね初めてなラリー2の車両ですけど、まあいきなりねグラベルじゃねえでターマックにぶっ込むんかいっていうのはあるかもしれないけど、まあ扱いやすかったですね。大変扱いやすかったです。そんな癖もなくね。ただそのラリー2はねこれ以外はまだ試してないんでね後々ねいろいろ試していきたいと思います。はい、ってことでね今回はね以上になります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。